皆さんこんにちは、池さんです。キャンピングトレーラー DIY シリーズ、今回はこちらテーブルリメイクやってみたいと思います。もうね、そのテーブルの天板とかね、いまいちおしゃれじゃない。なんで今風の木目調の柄にね、リメイクしていきたいと思います。今回使うのはこちらリメイクシートですね。100円です。これね、ハイエースの方のテーブルのリメイクにも使った同じ柄のリメイクシートを用意しました。僕の好きな感じのね、木目調ですね。これで貼り直してみたいと思います。行ってみましょう。 Here we go。 まずはテーブルの上をクリーンアップ。なかなかね、16年ものなんでね、そこそこ年季が入っております。シミなどもね、できちゃっているので、可愛いね、木目調にリメイクしてあげましょう。まずはこのリメイクシート、これね、幅が45センチあるんですね。なので1枚で足りないから、半分ずつで2枚で決めていこうかな。はぁ、長さが足りない、あかんやん。ちょっと材料が足りないんで、今日はボンボーを入れていきますね。わかりました。1枚目はここで切り取りたいと思います。まずは片方のシートをね、半分に裁断して、片方のシートを半分に裁断します。はい、では早速1枚目をね、貼っていきたいと思います。これは非常に難しくてですね、一発で合わせる必要があるんですね。うまいこといくのでしょうか。まあ、多少心配しても、ちっちゃいことを気にするな。よし、1枚目まあまあ綺麗に貼れた。ちょっとだけね、腰をやっちゃったけど、ちっちゃいことを気にするな、それはカチコバカチコ。まあ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 、いい感じで貼れたんではないでしょうか。ただですね、この縁の部分をカットしていきたいと思います。はい、じゃあね、今度下の部分ね、余ったことやっていきます。さあ、じゃあこの下半分ね、貼ってみたいと思います。じゃん、完成しました。どうでしょう、いい雰囲気になったでしょう。リメイクシートだけでテーブル一気にイメージチェンジです。ちょっと古臭いデザインのね、テーブルから
一気にこう今風のねおしゃれな木目調、しかもモザイク木目っていうねデザインを選んでみたので、どうでしょう、一気に雰囲気変わったんじゃないでしょうか。テーブルリメイク、続いては後ろ側のね2人掛けのテーブル、こっちのテーブルの天板も今一度ダサい、これもね同じ木目調に張り替えていきました。完成しました。どうでしょう、一気に雰囲気変わったでしょ。はい、というわけで無事ね2つのテーブルリメイク完成しました。こんな感じで所要時間わずか1時間半ぐらいかな、簡単にできちゃいます。ぜひお試しください。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed